それではここからはモノマネのコーナーになります。こんなにいい歌が続いた後に申し訳ございません。それでは今日は特別にですね、阿波屋先生が司会で来ております。阿波屋です。久しぶり降りてきたの。いい歌ね、いっぱいあっていいわね。これからコロケちゃんがね、変なことやるっていうから、私も見ておこうと思って、いろんな歌をいろんな人が歌らしいのよ、ね、それでは阿波屋先生今上に戻られました。それでは先ほど終わってしまった澤田研二さん、勝手に仕上がれ、ちゃんとお届けします。壁際に寝返り打って背中で聞いている。やっぱりお前は出て行くんだな。細川隆さん、いった気になら幸せになるが、いやいや戻る気になら、いつでもおいでよ森進一。せめて少しは落ちてちゃってくれ、寝たふりしてる間に出て行ってくれ。五木ひろしさん、郷ひろみさん、西城秀樹さん、野口五郎さんで瀬戸の花嫁。まずは郷ひろみさんから。瀬戸は日暮れて夕波波ジャパン、あなたの心前お嫁に行くの。西城秀樹さん、若いと誰もが心配するけれど、愛があるから大丈夫なの。野口五郎さん、だんだん畑とさよならするのよ、幼い弟行くなと泣いた。男だったら泣いたりせずに、父さん大事にしてね。失礼いたします。シクラメンの顔でやらさせていただきます。真綿色シクラメンほど清々しいものはない。出会いの時の君のようです。ためらいがちにかけた言葉に驚いたように、振り向く君に過ぎて行きました。松山千春さん、誰も知らない子供のように、時が二人を追い越してゆく。さだまさし、呼び戻すことができるなら僕は何を惜しむだろう。
最後にもう一度布施明さん。ありがとうございました。